木村拓哉が主演を務め、2019年に TBS 系日曜劇場で放送されたグランメゾン東京の完全新作スペシャルドラマが本当に放送することが決定した。型破りなシェフ尾花夏樹を木村が演じるほか、グランメゾン東京のシェフ早見智子役の鈴木京香、スーシェフ平子翔平役の玉森裕太、相沢敏人役の及川光博、そしてギャルソンを務める京の陸太郎役の沢村和樹ら豪華キャスト陣が再び集結。連続ドラマに引き続き脚本は黒岩努、演出は塚原あゆ子が担当する。木村が演じるのは自分の腕と舌とセンスに絶対的な自信を持ち、料理のためならどんな犠牲も厭わない型破りなフランス料理のシェフ尾花夏樹。料理に人生をかける尾花はパリに自分の店を持ち2つ星を獲得するが、己の慢心から招いた重大事件によってその座を追われても仲間も全て失ってしまう。どん底まで転落した尾花が女性シェフ早見智子、鈴木京香と出会い、もう一度シェフとして生き直し、周囲と衝突しながらも日本で三つ星レストラングランメゾン東京を作り上げようと奮闘する姿を描いた。放送時は大きな話題を呼び、最終回では尾花が世界に挑もうとしているシーンで締めくくられ、続編を望む声が多く寄せられていた。今回のスペシャルドラマはグランメゾン東京が三つ星を獲得した後のストーリー。オープンからわずか1年でミシュランガイドの三つ星を獲得、アジア人女性初の三つ星レストランのシェフとなった早見智子だったが、その直後世界各国で新型コロナウイルスが蔓延し、飲食業界は大きな打撃を受けた。グランメゾン東京も例外ではなく、生き残りのため大手企業傘下のフードコンサルティング企業と資本提携を結び、通販用の冷凍食品やレシピサイトに活路を見出していた。しかし智子は店を維持することばかりを考えて、料理への純粋な情熱を忘れてしまったようだった。見栄えだけの料理によってグランメゾン東京はミシュランの星を減らし、ついに全ての星を失ってしまった。一方パリに行ったはずの尾花夏樹は姿を消し、連絡が途絶えていた。智子はグランメゾン東京を維持するために資本提携を決断したことに責任を感じていた。契約上を受けざるを得ないシェフとは程遠い仕事をこなす中、智子と潮里奈、中村アンはオープンして間もないにもかかわらず、今年の世界トップレストランにノミネートされると噂になっていた1日1組限定のフレンチレストランメイユール京都を訪れる。コース料理を食べ進めていくと、智子はその店に尾花がいることを確信し、音信不通だった尾花が日本に戻ってきた目的とは？全ての星を失ってしまったグランメゾン東京はもう一度立ち上がることができるのか？さらにこのドラマを支えるもう一人の主役とも言えるのが料理。劇中のレストラングランメゾン東京やメイユール京都の料理監修を務めるのは、前作に引き続き東京品川のフレンチレストランカンテサンスの岸田修造シェフ。そして今回もミシュランガイドに全面協力いただくともに、連続ドラマと同様に服部栄養専門学校が撮影をサポートする。